真ん中中央が土星でしょ。で今からだったら春先は、東側が木星になるので、うちも東側をさらっとさらっとっていうかね、大体年に1回は見るわけよね。言ったらずっと家に住んでて、あのね、何て言うかな、年に1回も掃除しないところってやっぱ出てくるでしょ。2階の娘の部屋の押し入れはいつ掃除したかなとか、もうそんなにほら、あの汚いものを入れたり出したりするもんじゃないけど、ずっとそのまんまのところってやっぱり どこのお家でもあるんですよ。あそこの棚の中はいつから開けてないかなみたいな。そうそう、木が流れないというか、よどんでくるので、それがどこに来るかというと、やっぱり体の木星、肝臓、胆のに来るんですね。で、肝臓、胆のに直接影響がなくっても、イライラなんかするなとか、子供がなんか落ち着きがないな、学校行かないなっていうのが あるんですよ。で、じゃあそこを掃除してみたらっていうので、前の方はね、子供が落ち着かん子がいて、ギャー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 、とにかくずっと落ち着かないって言って、東側どうですかって言って、その人は施術じゃなくて、あの LINE か電話かの相談やったから、東側どうですかって言ったら、普通でも東側とか南側、人なんてリビングだったりすることが多いから、割と片付いてるお家が多いよね。だいたい真ん中の階段下収納とか、東北とか北西の お部屋はって言ったら、あそこはもう開かずの部屋ですとかね、言われる、もうクローゼットがあって何もかも押し込む部屋ですって言われることが多いんだけど、東はって言ったらそっちはね、あって東側に子供のおもちゃがあって、そこがもう山になってるって言って、それ片付けたら本当にね、ピタッと止まったよ、その子供のギャー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 言って、もうどうしようもなくて、1週間ぐらいもうあんまりにも落ち着かないからっていう電話やったと思う、連絡だったんだけど、そのぐらいね、体と住まいって密接につながってるものです。なんかやってみてわからんけどね。